最終ホールです。はい、はい、ショートです。はい、大丈夫ですか。はい、頑張ります。最後頑張ります。はい、何番で打ちますか。110ヤード H6 です、はい、見せてください。よし、じゃあそれでやっていきましょう。はい、左のバンカー方向狙いでからのバンカー方向狙い、乗せましょう。乗せます。みんな練習とスイングが全然違う感じになってきちゃった。おお、あ、いったんじゃない。あ、でも、いたいた、あれ、入れ、すごい、やった、好み。いや、ちょっとこれは続きたいですね。いい、忘れてます。いい流れが、いい流れ。なるべく左の方からね。左の方、うん、これは池だな。あ、止まった。あ、チャポンは見えなかった。うん、止まったかも。もしかしたら止まったかも。あ、無理だ。いけですね。悲しい。じゃあ前さんからいきましょう。悲しい。メンタルじゃないですかね、あの感じだったら。うん、一個前の悲しい。悲しかった。あー、悔しい。どこ延長だろう。だいぶ上がったな。だったな。パーンって感じだったな。そうだね。ピンクはもう取ったんちゃう。悔しいな。ね、落ちたのかな。ピーで、まあ、ハーフスイングぐらいですね。ハーフスイング。腰から腰ぐらい。あんまり振らなくていい。もうちょっとでいい。そう。それぐらい。これは A、 P、 P、 はい、これどうやって、お、いいよ。それぐらいで OK。もう一回、足しっかり地面にくっつけて、そう、もう一回。もっとアドレス狭くていいですよ。もうどうしたらいいの。頑張れ、頑張って。プロ、お助けショットだかな、これはどうする。お助けショット打ちますか、じゃあ。うん、お願いします。見てて、ちゃんと。はい、じゃあ、行っちゃいます。お願いします。脱出できませんでした。無理でした。私が何回もやったものを耐えられると一回です。すごい。
おお。ナイス。まあ、でもバンカーよく越えましたね。オッケーオッケー。びっくりしすぎて大声出ちゃった。お、うまい。ナイス。すごい。あと得意なパターで。あ、パターって。うまくできたね今。このまま順調に詰めていきたいです。頑張ってください。やったね。最後ちょっと調子いい。うん、上手。ナイスオン。じゃあ今度パターでいきましょう。大丈夫。あ、でも止まりますね。OK、じゃあマークしてカブちゃん、はい、行きましょう。多分結構今のホームみたいな曲がったんで、もうちょっと左向いて。お、いい。ちょっと弱い。マークしましょう。はい、じゃあホームナイス。優秀の美じゃないでしょうか。優秀の美。優秀の美。ナイス。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。パターはみんな上手。うまい。お疲れ様でした。なんか満足感。いや、なんか最後もういい感じで終われて。今日はいい感じで気になっちゃってる。もうよかったね。いや、よかった。終わった後は足の裏の芝を落とします。はい。そして濡れたタオルで汚れを拭き取ります。濡れたタオル初めて。はい、 OK です。です。じゃあ中に行きましょう。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ順番に感想をお願いします。はい。今日ちょっと最初全然飛ばなくって、なんか変なとこ行っちゃったりとか、コロコロ転がったりして結構不安だったんですけど、最後ちょっと綺麗に入ったんで、なんかもう今日全部それで思い出持ってかれて、上手に自分できてきています。楽しかったです。よかったですね。今までドライバーの7番も同じ距離だったんですけど、飛距離がもうドライバーもすごい飛ぶようになって、であと、まあ、自分の課題的にはこう飛ぶ方向とアイアンの強化だけだなと思いながら待ってて、もっともっとゴルフやりたいなと思いました。よかったです。はい。やっていくうちにどんどん慣れて、こう集中しすぎないで飛ばせるようになってて、すごい楽しかったです。これからもゴルフやりたいと思います。じゃあ、どうかな。総括じゃないんですけど、はい、まあ、今まで練習場から今日のコースまで担当させていただいて、まあ一時はね、なかなかやっぱ練習する時間なくてどうかなとかもあったと思うんですけど、今日コース出てやっぱいい球だったりとかパターもそうですけど、いいプレーがいっぱいあったんで、
まあ、いいプレーもあってそれを楽しむってことが一番の目標だったから、まあ、皆さん楽しんでいただけて、でゴルフをもっとやりたいっていう発言が出てきてくれたのが嬉しくて、なんで今後あの周りの友達とか友人に誘ってもらったりとか、どんどん誘ってどんどんゴルフってスポーツを広めてもらえたらいいなって思います。はい、皆さん今日一日お疲れ様でした。ありがとうございます。今後もゴルフ頑張ってください。頑張ります。はい。